日本メルビル学会会員の皆様、こんにちは。本来なら本日は東京学芸大学の佐伯先生が司会としてこちらに立つことになっておりましたが、先生のご都合によりまして変更になりまして、私が佐伯先生の原稿を代読させていただくという形になりました。日本メルビル学会の会員の皆様、こんにちは。東京学芸大学の佐伯です。新型コロナウイルスの感染拡大により、昨年度は残念ながら中止となりました全国大会が、今年度も対面での開催こそかなわなかったものの、こうしてオンラインにて開催できることになりましたこと、大変喜ばしく考えております。また何よりもまして、立見先生をご登壇者としてお迎えすることができて大変嬉しく思っております。皆様もご存知の通り、辰巳孝之先生はこの3月で長年お勤めになられた慶応義塾大学をご退職になり、現在は慶応義塾大学名誉教授でいらっしゃいます。日本アメリカ文学会会長、日本法学会会長など数々の学会の重職を務められ、国内外の数々の学会誌の編集委員をなさるなど、精力的に国際的な学会活動をされてきた辰巳先生です。この辰巳先生、日本メルビル学会に関しましても2012年の結成以降、会長の牧野有道先生とともに副会長として当学会を支えてくださり、北米のメルビル協会との橋渡し役として、2015年に慶応義塾大学で開催された国際メルビル学会を成功に導くなど、本学会の成長に貢献してくださっております。辰巳先生のこれまでのご業績につきましては、あまりにも膨大でご紹介しきれませんので、現在でも YouTube にて公開されております辰巳先生の慶応義塾大学最終講義の動画内で業績のリストをご覧いただくということにさせていただきます。さて、アメリカルネッサンスの理論的展開と題された本日のご講演は、2021年5月日本英文学会全国大会の招待発表において辰巳先生がお話になられた、ハーマン・メルヴィルと黒人音楽レッド・バーンを中心にの続編のような位置づけであると伺っております。英文学会のご発表の冒頭で辰巳先生は、メルヴィル研究者なら誰もがスランジルことができるほど親しんでいる、あの白芸冒頭の Call Me Ishmael で始まる一節を取り上げ、憂鬱に駆られたイシュメールがなぜ棺桶倉庫の前に佇み、葬儀という葬列の末席を汚したり汚したりするのかという点に着目されます。この葬列が幼少期のメルヴィルが目撃したであろう、今日ジャズ葬列の名で知られる風習の走りであるという驚くべき発想とともに、ニューヨーク州を中心に成長していった黒人音楽と若きメルヴィルの意外な親和性を鋭く洞察され、オルバニーでピンクスター音楽祭に接する11歳のメルヴィルを聴衆の前に鮮やかに描き出されたのでした。さらにピンクスター音楽祭の語源が聖霊降臨ペンテコストであるというご指摘を手がかりに、レッドバーン第33章で主人公が聖霊降臨のリトリックを駆使してアメリカ学習国の行く末を語る場面を再解釈しつつ、レッドバーンを黒人音楽を奏でる音楽小説として再読されたのでした。事前に見せていただきました本日のご講演のパワーポイントからは、すでに十分に刺激でした2018年出版のご短著Young Americans in Literature における辰巳先生のアメリカンルネサンス論がさらなる進化を遂げるであろうことを、また辰巳先生が事前に司会者の資料として送ってくださったのですが、機関精神史の初週のご対談でもお話になっている文学批評、とりわけ辰巳先生がコーネル大学留学時代に吸収された脱構築批評と黒人文学との意外な関係性が明らかにされるであろうことが期待され、ワクワクしております。本日もまたいつもながらの
時空間を縦横無尽に駆け巡る辰巳先生の文学的想像力を心ゆくまでご堪能してくださることと願っております。それでは辰巳先生にご登壇いただきます。オンラインではありますが、盛大な拍手にてお迎えください。辰巳孝之です。過分なご紹介どうもありがとうございました。本日はアメリカンルネサンスの理論的展開というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。というのは今のご紹介にもありましたように、この、去る5月に、日本英文学会 の、 招待発表で、ハーマン・メルヴィルと黒人音楽というタイトルで、お話ししたということがあります。その時 の、 司会がメルヴィル学会会長の、牧野有道先生だったんですけれども、牧野先生が、何らかの形で采配して、今日、今年 の、 日本メルヴィル学会の特別講演も、お前がやれということになりました。で、これは一応定年退職 の、 年ということで、お引き受けしたんですけれども、さすがにその5月の招待発表と同じ話はできませんので、一体なぜそのメルヴィルと黒人音楽ということに、興味を抱くことになったかという、その経緯をですね、私自身のアメリカンルネサンス研究の、文脈を提示することでお話ししようと思います。文学部でアメリカ文学演習という授業をもう30年ぐらいやってきたわけですけど、それはもう一貫してアメリカンルネサンス研究でありました。しかし、この同じ科目で、繰り返し繰り返し、アメリカンルネサンスの基礎みたいなことを、学生たちに講義してくるとですね、だんだん、新しいアイディアが湧いてくるんですね。それで、アメリカンルネサンスっていうのはひょっとしたらもう少し大きい枠組みの中で形成されたんじゃないかというふうに思うようになったわけです。でそれは必ずしも先行研究が満足に解説してくれてるわけでもないので、ちょっとそういう点を今日は、指摘して、その上でですね、今回あえて理論的展開という言い方をしました。このセオレティカルターンで、セオリーというのは、これはこの単語を聞いただけでアレルギー反応を起こすという人たちがたくさんいるぐらい、この苦手とする人が多いわけですね。で、例えばポール・ドマンが The Resistance to Theory という名論文を書いていますけれども、本当にいわゆるポス構造主義記号論、ポスト構造主義っていうような、いわゆるポストモダンの文学研究が盛んになってきた時に、こうセオリーっていうのが何か目の敵にされた。じゃあそのポストモダン以前にセオリーはなかったのかというと、これは当然あったわけですよ。それでじゃあなんで目の敵にされるのかよくわからないということもあって、でもアメリカンルネサンスというのは明らかにセオリティカルに、回転してるわけです。ですから、そのことも少し私自身が問い直そうというふうに思っている次第です。で、一番最初ちょっと今日前半のお話はですね、いわゆる今日アメリカンルネサンスを例えば教室で講じるとしたら、常識的にはどんな話をするかということをちょっとだけおさらいしておきたいと思います。常識的には、やはりアメリカロマン派ということを考えますよね。でロマン派の原点
としてはワシントン・アービングとかジェームズ・フェニマー・クーパーとかいるわけで、であのこの辺りの人たちはあのイギリスのウォルター・スコットのヒストリカル・ロマンスの影響もある。だから、まあ、あのアメリカンあのロマンス、まあ、アメリカのロマン派っていうのは、まあ、その辺りから生まれてきて、それでちょうど1823年にモンロー大統領のモンロー・ドクトリンというのがあって、これはあのやはりあの西半球もあの東半球に、まあ、あのちょっかいは出さないから東半球も、まあ、あの 西半球には、まあ、ちょっかいを出してくれるなという、まあ、これはあのとにかく独立革命が終わったのにやはり度重なる形でイギリスから、まあ、いろんな介入を受けてきたので、まあ、ここで、まあまあ、不干渉宣言みたいなのが行われる。だから完全にあのアメリカは政治的なだけじゃなくて、まあ、文化的にもまあ独立していくっていう、まあ、その一つのきっかけだと思います、このモンロー・ドクトリン。で、まあ、ジャクソニアン・デモクラシーの時代っていうのが、これがまああの我々の親しんでるアメリカンルネッサンスの作家たちが、まあ、あの作家歴を重ねていく時の、まあ、民主主義ですね。ただ、まあ、ジャクソニアン・デモクラシーはデモクラシーという名前で結構専制君主的だったので、ここにあるようなあのイラストレーションで、まあ、あのアンドリュー・ジャクソン大統領は散々揶揄されます。まあ、完全にこれはデモクラシーって言っても矛盾ではないかということですね。そしてこの一見こう虫も殺さないような表情 あのジェームズ・ポーク大統領が、まあ、あのいわゆる米北戦争を引き起こすわけです。でこの、まあ、メキシコとの関わりっていうのはもうこれだけでもあの今日の、まあ、アメリカを語るのにもうあの何時間も語れるぐらい、まあ、大変な問題ですよね。まあ、あのトランプ政権だとあのアメリカとメキシコの間に、まあ、あの壁をあの気づけということを、まあ、言ったぐらいであるわけで、まあ、アメリカとメキシコの関わりっていうのは本当に大変深いものがあるわけですけれども、まあ、結局この米北戦争をどう評価するかという問題ですね。でそれはもうあの、まあ、今日 あのパワーポイントのトップにも掲げたいわゆるあのアメリカ領土拡張主義政策のスローガン、マニフェストデスティニーにも関わってくるわけです。そしてこの非常に面白いのはこの拡張主義政策の時代に、これはまあペリーの黒船が、まあ、我が国を、まあ、あのまあその鎖国からこじ開けるわけですよね。でその時の大統領はあのミラード・フィルモア大統領だったわけです。だから、ペリー帝徳は、まあ、このフィルモア大統領の親書を持って、まあ、日本にやってきたというのはこれは、まあ、非常に有名な話ですけれども、まあ、大体この日本の開国という時に必ず、まあ、あの話をするのは、まあ、日本を開国したのは結局、まあ、捕鯨の基地が欲しかった、まあ、アメリカが捕鯨の基地が欲しかったからであって、それで、まあ、あのその時にやはり日本というのは非常にあの地政学的に重要な場所を占めていたということですね。だからそれはあのやはり19世紀の半ばまでは本当にあの捕鯨で世界が回ってたという時代でした。その後、まあ、石油が発掘されてそのエネルギーの、まあ、根本が変わってきてしまうわけです。それで、まあ、以上に話してきたようなことをだいたいあのアメリカンルネッサンスの背景を、まあ、講義する時 あの文学史的常識として、まあ、あのだいたい披露するわけですけれども、まあ、その時にあのやはり、これまでの先行研究とか、まああのまあ、偉大な先人たちの話も当然するわけですね。でそもそもアメリカンルネサンスという、まあ、言葉
が、まあ、流通するようになったのはその一番左端 の、 あの、まあ、フランシス・オット・マシーセンの、まあ、アメリカン・ルネサンスという、まあ、本である、まあまあ、これが1941年ですね。でそれに論争を挑むのが、まあ、あのチャールズ・ファイデルソン・ジュニアの、まあ、シンボリズム・アンド・アメリカン・リタリチャーでこれが1953年であるわけです。そして、まあ、そこまではどちらかというとあの、まあ、シンボルとアレゴリーとか、まあ、そういう形で、まあ、ニュークリティシズムの、まあ、影響のある文学史でした。しかし、1980年代になって、まあ、いわゆる新歴史主義批評ニューヒストリシズムが入ってきて、このまあ例えばデビッド・レナルズによるあのベニース・ディ・アメリカン・ルネッサンス、これは私はあの独自にアメリカン・ルネッサンスの地層というふうにあの訳していますが、レナルズ の、まあ、あの新歴史主義的な介入がある。そして、まあ、この頃はあのドナルド・ピーズラのニューアメリカニズムも勃興するわけですけれども、2010年には、まあ、あのかつてあのニューヒストリシストだったあのマイケル・ギルモアが、極めてニューアメリカニズム的なアプローチで The War on Words を、まあ、発表します。これはあのブッシュ政権の間に起きた、まあ、あの 9.11 同時多発テロとイラク戦争に至る過程の、言論弾圧ですね、それが、まあ、19世紀の、まあ、アメリカンルネッサンス以前の、黒人奴隷制をめぐる言論弾圧と非常に近いのではないかという発想から、まあ、つまり21世紀の視点から19世紀半ばを語るっていう、そういうあのダイナミックな、アメリカン・ルネッサンスの、まあ、解読として、これはあの非常にスリリングなものだったと思います。だから大体、まあ、こういう理論家がいるわけ で、 でこういう理論家の恩恵を我々は十分に受けて、あの今日のアメリカン・ルネッサンスという概念をあの、まあ、前提にするようになったわけですけど、まあ、一つあの問題はですね、あのこのマシーセンがこのアメリカン・ルネサンスという本の中で規定したアメリカン・ルネサンスの時期というのは1850年から55年までたった5年間でありました。だからそれがこのたった5年間がそれじゃあまりにもったいないのじゃないかということで、まあ、どん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 あの膨らんでいくんですね。それでマイケル・ギルモアなんかは一時期あのアメリカン・ルネサンスの始まりを、まあ、1832年にしようと、つまりあのエマソンがユニテリアンの牧師を辞めた時点にしようということを言ってて、これは非常に説得力があったんですけど、最近ではですね、あのもっと広がりました。それはあのこのスライドの右上にある、まあ、今おそらくいろんな大学で広く使われているアメリカ文学史の、まあ、教科書の一つであるノートン版のアンソロジーでありますが、まあ、そこでは、もう本当にあの1832年ですらなく、もう1820年から1865年までをカバーするのが、まあ、アメリカン・ルネッサンスということに、まあ、なり、それはあの取りも直さずアメリカ・ロマン派の時代ということですね。だからこれはもう大変なあの、一種の文学史的な改革であって、で1820年といったらこれはもう本当にあのモンロー・ドクトリンよりもちょっと前から南北戦争が終わるまで の、 あの時期を、まあ、アメリカン・ルネッサンスとしてカバーしていくで、まあ、この、 あの図式を作ったのは、まあ、おそらくこのノートン版のアンソロジーの、まあ、現在の、編集代表である、ロバート・レビーンだと思います。ロバート・レビーンもまたあの国際メルビル会議の常連 の、 あの、まあ、優れたメルビル学者であるわけですが、でそして、まあ、特に面白いのはマイケル・ギルモアなどはアメリカン・ルネッサンスの中心にあのエイブラハム・リンカーンを入れようというような、
発想を出していることですね。ただまあリンカーンの話は今日はちょっと中心ではないので、まあ言及するにとどめます。そしてまあここから先はまあ常識です。アメリカンルネサンスといえばということで、例えばエマソン、ソロー、マーガレット・フラー、そしてポー・ホーソン、メルビルという人たち、それからホイットマン、ディキンスンという人たちが、まあ、これはまあ常識的にまあ含まれるということで、まあ我々はアメリカンルネサンスの常識をまあ長いこと自明のものとまあしてきたわけですが、まあ、しかし、それがなんで自然に受け入れられたかっていったら、あれ基本的にこの、まあ、象徴主義文学史っていうのが非常に20世紀の、まあ、前半から半ばにかけて支配的だったということがあるんじゃないかというふうに思います。これは、それ自体がセオリーなんですよ。象徴主義というセオリーが非常に支配的だった。で、それを改めておさらいすると、まあ、象徴主義文学史は、まあ、一番最初はやはり1899年のアーサー・シモンズですね。で、まあ、アーサー・シモンズの象徴主義の文学運動っていうのは書かれて、で、まあ、これが大変なインパクトがありました。そして、まあ、必ず象徴主義といえば、まあ、一つの、まあ、実例として引き合いに出されるのが1928年のウィリアム・バトラー・イエーツの、まあ、学童に混じりてっていう有名な詩ですが、まあ、その一番最後にある How can we know the dancer from the dance? つまり踊り子と踊りをいかに識別できようかというこの習字疑問文ですね。だから踊り子と踊りそのものは区別できないだろうという、まあ、そういう答えを飲み込んでるのがこの習字疑問文ですけど、だから踊り子と踊りの区別ができないぐらい一体化してるっていうところに、いわゆる、まあ、シンボリックなイメージを見るわけですね。で、これがやはり以後の理論家たちがしきりに使い回す、まあ、一行になってきます。例えば1931年に、まあアメリカの主導的な批評家であるエドモンド・ウィルソンが、まあ、アクセルの城を、まあ、発表しますけど、その中でも、まあ、この本が結局いわゆる象徴主義文学史というのを、まあ、体系化した、まあ、アーサー・シモンズに続いて象徴主義文学史を、まあ、体系化した。そして、我が国 の西脇淳三郎も1933年という非常に早い時点でヨーロッパ文学という大著を書いてますけど、この中でもやはり、まあ、象徴主義文学っていうのを自明のものとして、まあ、認めています。それで41年にマッシー戦が来ると、それから46年にアウエルバッハのミメシスもあるわけで、でこれはなんでミメシス入れたかっていうと、ミメシスもこれも一つの文学史です。だから、それでミメシスの中で前提にされてるのはヘーゲル的な弁証法であるわけです。だから弁証法とシンボリズムっていうのは非常に相性が良かったわけです。そしてマシー戦を批判して乗り越えていこうとしているのが、まあ、チャールズ・ファイデルソン・ジュニアの、まあ、象徴主義とアメリカ文学で、これはアメリカルネサンスって言われてる、まあ、マシー戦的なロマン派の時代っていうのは実はこれは象徴主義の時代なんだと。で、そのアメリカにおける象徴主義がむしろヨーロッパに影響してって、でその結果モダニズムが生まれたんだという、まあ、そういうビジョンですよね。で、そしてマシー戦にアイデアを提供したハリー・レヴィンが、The Power of Blackness を書くのが58年、まあ、そして先ほどのウィリアム・バトラー・イエーツの How can we know the dancer from the dance を、もう一度その分析の対象にするのが、
まあこれは1957年 の、まあ、あのフランク・カーモードのロマンティック・イメージであります。ですから、まあ、そういう形で、まあ、少なくとも50年代まではこのアーサー・シモンズの弾いたこの、まあ、象徴主義というセオリーが非常に支配的で、その中でいわゆる我々がよく知っているニュークリティシズム、まあ、新批評とか、まあ、あのそういう、まあ、分析の、メソッドが、編み出されていったんじゃないかと思います。ちなみにあのここに出てる写真は左上がイエーツ、それから、まあ、右端があのアーサー・シモンズですね。そしてイエーツの下が、まあ、あのエドモンド・ウィルソン でその横がフランク・カーモードであります。まあ、フランク・カーモードはあれもう何年前かな、四半世紀ぐらい前にあの来日もして、そしてこの慶応義塾であの講演もあの、まあ、してくださった、まあ、偉大な批評家であります。で、まあ、ですから結構その象徴主義運動というのがモダニズムの、まあ、理論的バックボーンだった時代っていうのはですから非常に長いですよね。だから19世紀末から、まあ、1960年ぐらいになるまでやっぱりまあ象徴主義とか象徴とか出すと、まあ、大体何か問題が収まった時代っていうのがあったわけです。で、まあ、シンボルとアレゴリーというふうにまあ言われて、で、まあ、私自身もまあシンボルとアレゴリーのまあ違いとかを一番あの、まあ、あの理解したのはやはりマッシー先生のアメリカン・ルネッサンス、それからファイデルソンのまあシンボリズム&アメリカン・リタリチャーが、やっぱり分かりやすく説明してくれてるわけですね。で、まあ、ここにあのモビーディックとあのダスカーレットレター並べましたけれども、マッシー先生の図式では、まあ、モビーディックはこれはあのシンボリックで、まあ、あのダスカーレットレターはアレゴリカルだということになる。それで、これはまあそこから先あんまりあの今詳しくは説明いたしませんが、まあ、シンボルというのは例えばアンビバレンスですね、全く相対立するものでもあの、まあ、統合してしまう。それからアレゴリーっていうのは、まあ、あのスカーレットレターのようにあの、A の文字が指し示すものが徐々にこうあの、まあ、変わっていくっていうのもありますけど、そういうまあ多様な意味をあの、まああのまあ、内包して、まあ、しかしあの一定の倫理的な概念を与えていくっていうのが、まあ、アレゴリーであるわけですよね。ですから、まあ、あのメルヴィルはシンボリックな作家だが、まあ、ホーソンはアレゴリカルな作家だというあの、まあ、そういう図式は、まあ、前提としては一応あの成り立つと思います。でそういうことを我々はマシー先やファイデルソンから学ぶわけですよね。でしかしここであの一つあの問題提起というか投げ込みたいのはですね、まあ、そういうあの象徴主義文学というのが文学史の大枠として誰もが信じていた時代というのが、まあ、60年ぐらい続いたわけですよね。でその中で、まあ、例えばあの新批評もあったし、それからあの、まあ、現象学的なあの批評もあったし、まあ、あのそういう文学研究とあのシンボルというのはあの、まあ、非常に密接に関連するものと、まあ、考えられた。しかし、ここで1969年に、まあ、一つの論文が登場します。それがあの、まあ、後にあのディコンストラクション、あの脱構築で有名になる、これはデリダの盟友であるポール・ドマンの、論文であります。でこれはあの The Rhetoric of Temporality という論文で、あのでまあ、この論文がなければいわゆるアメリカにおける
ディコンストラクションはなかったんじゃないかと言われるぐらい重要な論文でありますが、でこの中でドマンが行っているのは、シンボルというものが今まで優位であった、そういう、まあ、そしてアレゴリーというのがシンボルに比べると、まあ、下の方にあったと、そういう上下関係をですね、まあ、根本から転覆する論文でした。で、まあドマンのビジョンでは、まあ、これあんまり詳しくは今与えられた時間では言えないんですけれども、結局シンボルは、まあ、一見したところその、まあ、相矛盾するものも全部、まあ、統合していくというのはまあ、そういう機能は確かにあるけれども、これはやはり何らかのこの、まあ、全体化思考みたいなものを持ってる、全てをトータライズする思考を持ってて、しかも一つの超越論的なものをあらかじめ認めてしまってるというんですね。でだからシンボルというのはその内部は無時間の世界、時間がない世界で、それはまあ、高度に宗教的なビジョンであって、それはやはりもう批判の対象になるんです。でそうではなくて、アレゴリーというのはこれは逆に、この論文のタイトルが The Rhetoric of Temporality というぐらいで、アレゴリーは時間の中を生きている、時間の中で現象的なその統一体が断片化していく、そういうまあ、言ってみれば記号と意味が必ずしも一致していかない、非常にアイロニカルなプロセスを生きているのがアレゴリーであって、それでそれは原初の統一体に対するノスタルジアがあっても同一化できないという、そういう引き裂かれた感覚というのをアレゴリーが持っていて、むしろそういうアレゴリーの機能の方を、もっと再評価すべきではないかという、そういうビジョンなんですね。で、まあ、ポール・ドマンは後に1979年に、Allegories of Reading、 読むことのアレゴリーという、まあ、そういう本も書くわけ で、アレゴリーというのは彼にとってはそのいわゆるディファレンシエーションですね、全てが再化されていく、だからまあ、シンボルみたいに同一化作用というものに対して、異議申し立てをするわけです。だからまあこの、ドマンが言ってるシンボルとアレゴリーの違いっていうのは、これは、まあ、言ってみればデリダであれば例えばロゴスとエクリチュールの違いと言ってもまあいいかもしれません。ですからこういう画期的な論文が書かれたことで、いわゆるシンボルとアレゴリーの秩序が、これが、まあ、転覆されてしまったと言っていいと思います。そしてこの動きがいわゆるポスト構造主義の中で、大変重要になってくる。で、このロゴスからライティングへっていうのは、まあ、もちろんそのまあ、デリダ的に言えば、まあ、パロールからエクリチュールへということなんですけど、結局それまで象徴シンボルというものが特権化されてきたんだけれども、しかしここで肝心なのはむしろ記号ではないかと。でそういうで記号、それもシニフィアンですね、記号表現の方ではないか。だから記号が何々を意味するっていうよりも、その意味は一定ではない、一定ではなくて、その記号が指し示すものは絶えず、まあ、ずれていく。だから我々が見なきゃならないのは、その記号が何かを一定のものを意味してるんじゃなくて、その記号そのものが、まあ、運動している、運動して移動しているという、まあ、そういうダイナミズムの方を見なければならないのではないかと
いうビジョンですね。だからそれは例えばドマンの弟子であるバーバラ・ジョンソンもそうですし、それから、まあ、必ずしもイェール大学系ではない、これはニューヨーク州立大学バッファロー校の系統の批評家である、まあ、ジョン・カーロス・ローとか、まあ、そういう人もまあ、しきりにそれまで支配的だったまあ、象徴主義的な文学観から脱出しようとした。そして、まあ、決定的なのがこの1985年に発表されたドナルド・ピーズとウォルター・ベン・マイケルズの、まあ、共編著である The American Renaissance Reconsidered、 アメリカン・ルネッサンス再興という、アンソロジーで、でここで、行われているのは、まあ、例えば戦後の米ソ冷戦という構図が、まあ、もたらしたものと、その、文学作品の読みというのが、まあ、非常にこれは密接に関わっているんじゃないかということですね。まあ、つまり米ソ冷戦というのは巨大な二項対立が世界に存在するのが当然であるという、そういう、まあ、前提の時代でした。で、まあ、私なんかはまあ、ちょうど戦後10年で生まれてますから、やはりこう まあ、二項対立が世の中にあるというのが、まあ、当然だと思ってたわけですが、まあ、その二項対立が揺らぐんじゃなくて、やっぱりこの2つの対立項が、まあ、弁証法的に発展していくというふうに考えるのがシンボリックな考え方なんですよね。しかし実際にはその、まあ、米ソ冷戦に代表される二項対立っていうのは、もうその内部からいろんな形で、その図式自体が、まあ、揺らいでる。だけどみんなそれを、まあ、見ようとしない。で、そういうビジョンを、体現しようとしたのが、まあ、この、まあ、構造主義や記号論、それから脱構築であったというふうに思います。で、まあ、そういう理論を受けてマイケル・ギルモアの、これは一番ポピュラーな本であるアメリカン・ロマンチズム・アンド・マーケット・プレイスというのがあるんですが、これ非常に薄い本で非常に読みやすい翻訳も出てますから、私の、まあ、学部生の、演習受講者なんかはよく援用するんですけれども、分かりやすいんですね。いや、これはやはりそういう市場経済みたいなものがアメリカンルネッサンスの時代に、まあ、作家や作品に影響を及ぼしているっていう非常にユニークな観点なんですけど、しかしギルモアの大元をたどるとですね、興味深いのはやっぱりなんでシンボリズムが有効かというと、やはり産業革命によっていわゆるまあ、それまであった超越的なビジョンが、まあ、なくなってしまったので、まあ、それでいろんな形で合理化がなされてしまったので、世界にもう一度意味を与えなきゃならなくなった。だから世界にもう一度意味を与えるのに、まあ、シンボルが必要だったというわけですね。で、そういう動きがその市場経済の中でも、まあ、象徴の交換経済みたいな形で行われてるんだというのが、まあ、言ってみればギルモアの、まあ、マルクス主義的な象徴主義の解釈として大変面白いんですが、ここで肝心なのはマイケル・ギルモアはですね、そのイェール大学の時にチャールズ・ファイデルソン・ジュニアの弟子でありました。だからチャールズ・ファイデルソン・ジュニアはいわゆるシンボリズムがまあ、アメリカで発展して、それがヨーロッパに影響してモダニズムを生んだのだっていうことを言った人で、まあ、もちろんニュークリティズムを担ってたわけですが、まあ、しかしマイケル・ギルモアはその弟子として、まあ、なんとマルクス主義的な文化唯物論を
導入して、象徴主義というのを一回解体してみせたわけですね。だからそこが非常に、まあ、スリリングだったわけです。で、まあ、そういうマルクス主義的な介入もあったわけですが、それと同時に、まあ、アメリカンルネサンスの時代っていうのは実はいろんな形で黒人の書き手が出てきた時代でもあるということを、まあ、忘れてはいけないだろうということで、これはまあ「The Other American Renaissance」という名論文を書いたのはジェーン・トムキンズですけれども、まあ、トムキンズはアンクル・トムズ・キャビンを、これをアメリカン・ルネサンスの聖典にしないといけない、だから女性作家ですね、女性作家がそれまでアメリカン・ルネサンスのキャノンの中にちゃんと、まあ、なかった、まあ、それから、フレデリック・ダグラスとか、まあ、そういう黒人奴隷、まあ、逃亡奴隷が書いた自伝なども、まあ、時代が同じであって非常に優れてるんだから、まあ、新しいキャノンとしていらなきゃいけない、それから黒人女性奴隷も、まあ、ハリエット・ジェイコブズなんかも、まあ、当然キャノンになりうるだろうと、まあ、新たなキャノンになりうるだろうということですね。だからこういう形で女性作家や黒人奴隷が、まあ、どん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 アメリカンルネサンスの、まあまあ、構図を脱聖典化していくわけです。でこれは日本にいると、まあ、アメリカの動きがそうなのだっていうふうに感じるに過ぎないかもしれないんですけれども、私はちょうどそのディキャノナイゼーション脱聖典化が、まあ、行われている時に、まあ、1984年から87年までコーネル大学に留学しておりました。でアメリカ文学史の脱聖典化の急先鋒になってたのはやはりこれはコーネルで私が習ったヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニアだったと思います。で、まあ、ゲイツ先生は、まあ、この時まだ30代の、まあ、半ばぐらいだったですけれども、まあ、すでにもう若手のもう花形が教授で、まあ、黒人文学というのを、なんとかアメリカ文学史の中に組み込もうと懸命に努力しておられた。でその努力はどういうことで行われるかというと、まあ、例えばニューヨーク、まあ、私立図書館がありますね、パブリックライブラリー、まあ、最近映画にもなったニューヨークパブリックライブラリーがありますけれども、まあ、その黒人文書館が、これがハーレムの方にあるんですよ。パブリックライブラリー普通は42丁目というイメージがありますけれども、そうではなくてその文館があるんですね。でそれはショーンバーグコレクションと呼ばれている、まあ、アーカイブがあるわけですけど、そのアーカイブにこのゲイツ先生はこもってですね、でそれで黒人奴隷体験記、まあ、スレーブナラティブを、まあ、の原稿を徹底的に精査して、そしてそれを全集として、まあ、出版したわけですよ。だからそういうふうに黒人が、これは無教養なんじゃなくてちゃんとリテラシーがあって自分の体験記を自伝として残してたんだということを、ちゃんとこれは全集として世に問わないと、やはりアメリカ文学史の脱聖典化は行われないわけで、ですからこの時、まあ、ゲイツ先生は大変な努力をして、まあ、黒人文学というのが、まあ、実はこれは17世紀の時点からスレーブナラティブという形で、まあ、連綿と織り紡がれてたんだということを、まあ、証明した、まあ、そして、まあ、彼のまあさまざまなネットワークによって、これはスライドの真ん中の列の右から2人目が、これが、まあ、アフリカ作家のウォレ書院家ですね、
オレショインカをコーネル大学に、ライター・イン・レジデンスとして招聘してたんですけれども、たまたまその招聘してた期間中にオレショインカ のノーベル文学賞受賞が決まってしまったということもありました。でショインカの下がサミュール・ディレイニーですね。でこれも黒人作家で、ゲイツ先生が招聘した。そしてこのヘンリー・ルイス・ゲイツ の理論的な背景っていうのは、そういうスレーブナラティブを復刻していくということだけじゃなくて、非常に、セオリティカルでした。で彼はイェール大学で、この写真の、真ん中の左から2人目のポール・ドマンに習っています。で非常にそのポスト構造主義的な理論を、しっかり踏まえているんですね。 ですからやっぱりゲイツ の影響で当時その白人 のポスト構造主義的な批評家たちもしきりに黒人文学を語るようになった。ジョナサン・カラーでさえアリス・ウォーカーを論じたりしたし、それからバーバラ・ジョンソンはもちろんしょっちゅうアフリカに行って、ゲイツの影響を受けて、それで黒人文学論ありますね、ゾラ・ニール・ハーストン論とかを、発表しています。 ですからそういうふうに文学者の仕事っていうのはそういうふうに歴史上埋もれてしまったテクストを復刻させるっていうのもありますけど、それと同時にじゃあ一体どういう意義がその復刻されたテクストにあるかっていう、そこでものを言うのがセオリーなんですよね。でゲイツという学者批評家はそこら辺も非常に強くて、Signifying Monkey という出世作があるし、それからそれより前に出た Figures in Black という、理論書もあります。でこれらは全て黒人文学の中に、例えばアフリカ的なさまざまな神話的な、継承が使われている、ないし神話的なトリックスターの原型が使われているというようなことを徹底的に分析したもので、それは、一種のトリックスター文学論ですけれども、黒人という視点から白人社会の常識を転覆するような、そういう視線があるんだ。だからこれがある意味で真の意味 のディコンストラクションだと思いますね。でこれは実はデリダもドマンもほとんどアフリカ系については言及がない人たちなんですけれども、やっぱり白人社会の中で、黒人がいかにサバイバルしていくかということになったら、やはりそれは白人社会が自明のもととしてきた制度を、根本から転覆するようなイマジネーションを展開することだとすれば、それはとりも直さずトリックスター的なものになっていく。でそういうトリックスター的な継承の代表がシグニファイングモンキー、この場合のシグニファイングっていうのは意味するってことじゃなくて騙すとかからかうとかそういう意味ですね。だから私はニューアメリカニズムという、先ほどご紹介のあった著書を書くときにシグニファイングモンキーっていうのは一応私の主役としてはいたずら猿というふうに訳しましたけれども、そういう白人の常識的な社会を周辺からからかう、そして常識を転覆するというイマジネーション、それが黒人文学者による批評理論から出てきたということは、これは積極的に評価すべきであるというふうに思います。そしてここで強調したいのは、私がゲイツ先生の授業を受講していた80年代の半ばというのは、北米でアパルトヘイト運動、これは正式に英語で言うとアンタイアパルトヘイトムーブメントでありますが、つまりアフリカで、行われている人種隔離政策
を、まあ、あの根本から批判する、まあ、そういう運動があったんですね。でこれ、まあ、最近ではあの BLM 運動、ブラック・ライブズ・マターの運動が ありますけど、しかし、まあ、それを語ってる人たちがなぜか忘れてるように思いますけども、80年代のこのアパルトヘイト運動、つまり人種隔離政策反対運動がなかったら、まあ、今日のようなブラックパワーもなかったと思います。でしかも、まあ、2009年にはこれはブロムカンプ監督がディストリクト9というもう絶妙な、これはアパルトヘイトの時代 の歴史改変映画を撮っていますね。ですから、まあ、そういう意味で、まあ、今日のその黒人問題ないし、まあ、黒人文学を考えるのにやはり80年代に一つの、まあ、決定的な分水嶺があるというふうに私は思っています。で例えばそういう視点で、まあ、これも80年代に復刻された、まあ、黒人女性奴隷ハリエット・ジェイコブスのテクストなんか読むと、やっぱり、まあ、これは私の言葉ですけど逆余計論としか言いようがない、そういうレトリックが使われています。でそれは普通はピューリタン の例えばコットンマザーなんかは荒野にまあいる蛇で、これは聖書では荒野にまあ、蛇の形をした悪魔がいるっていうふうにまあ前提されますけれども、まあ、ジェイコブズはその蛇という継承をですね、まあ、白人の奴隷所有者に当てはめるんですね。だから暑くなってくるとそういうまあ、蛇とか白人奴隷所有者が出てきて、もう嫌で嫌でしょうがないみたいな、まあ、もう完全に蛇とその白人のまあ、南部 の奴隷所有者のことを、完全に等価で見ている。これはだから言ってみればコットンマザーなどが、まあ、荒野の蛇っていうのはこれはインディアンだというふうに、まあ、想定した図式を逆転させて、蛇はむしろ白人の方なんだというふうに、そういうレトリックを使っているわけですね。まあこれをあえて逆余計論というふうに、まあ、私は呼んでいますけれども、それぐらいレトリックの点でも卓越した表現を持っている、まあ、そういう黒人女性奴隷がいたわけですよね。でさらに、まあ、私にとって決定的になったのは、これは第5回国際メルビル会議が、ニューベッドフォードで、行われたのが、まあ、2005年でありますが、まあ、その時 のテーマが、ダグラス&メルビルだったんですね。でこれはフレデリック・ダグラス、まあ、黒人奴隷だったダグラスと、それから我々 そのハーマン・メルビルであります。でこの2人はほとんど同い年で、そしてその人生をたどると、まあ、ニューベッドフォードにしても、それから、まあ、ニューヨークにしても何か同じ頃に同じような場所に、つまり非常に近くに暮らしてたっていう、そういう偶然がさまざまにあります。でですからそれについて、まあ、例えばアメリカのメルビル研究の大御所であるロバート・ウォレスはダグラス&メルビルという、そういう著書を、この会議に合わせて出していますし、それからこの、2005年の国際メルビル会議の成果を、これはサミュエル・オッターと、ロバート・デ・ビーンが共編したフレデリック・ダグラス&ハーマン・メルビルという、まあ、本の中で、まあ、まとまった形で見ることもできます。しかし私にとって一番衝撃だったのはこの一番右端 のこれは、カリフォルニア大学バークレー校の教授だったスターリング・スタッキーの特別講演ですね。まあ、本当は先ほど言ったヘンリー・ルイス・ゲイツ先生が特別講演で招かれてたんですけど、ゲイツ先生は今
アメリカでは超有名人なのでテレビの収録とかで忙しいって言って、まあ、ドタキャンされた。それでそれを埋めたのがこのスターリング・スタッキー教授だったんですけど、この話がもうとにかくとんでもなく面白かった。なぜならばこの時スタッキー教授は、まあ、メルビルと、ピンクスターフェスティバルという私は聞いたこともないフェスティバルの音楽祭の話をしたからです。でこれについては、まあ、5月の、まあ、日本英文学会で、まあ、すでにお話ししたのであんまり詳しくは述べませんけれども、このピンクスターフェスティバルというのは植民地時代から連綿とまあ、アメリカ の、 東海岸で行われている黒人音楽祭であります。これは正確に言うとオランダ系 の、 フェスティバルで、まあ、先ほどちょっと紹介もあったようにいわゆるペンテコスタから来ているので聖霊降臨祭の時期に合わせた、まあ、音楽祭なんですが、そのオランダ系だったのがだんだんその黒人文化が入ってきて今ではなんとなく黒人音楽祭みたいな形になってる。でも基本的にはダイバーシティなんですね。多民族によって楽しむ、まあ、そういう音楽祭としてその18植民地時代のサウンドを今でも温存した形で毎年5月に開かれています。今でもピンクスターフェスティバルは見ることができる。そしてハーマン・メルビルはまさに子供の時にまあ、お母さんの実家のあるニューヨーク州オルバニーでこのピンクスターフェスティバルに、まあ感銘を受けたというのが、スターリング・スタッキーの仮説で、この仮説は非常に強力なものでした。だからまあ、これも日本英文学会でお話ししたので詳しくは述べませんけれども、レッドバーンの中にもう明らかにそのメルビルがその黒人音楽祭としてのピンクスターフェスティバルに、まあ、参加した形跡があるということを、まあ、私は分析いたしました。それで、まあ、いよいよもう時間になってきたので、まあ、結論に入りますけれども、まあ、ここで言いたいのはやはりエスニシティの問題ですよね。だから長いことその、象徴主義文学史によって支配されてきたアメリカンルネッサンスのビジョンの中ではやはりエスニシティが入ってこなかったわけです。で、それを考えると、まあ今まで象徴主義的な文学史で例えばモビディックの中の The Whiteness of the Whale、つまりクジラの白さについてっていうところに見られるアンビバレントな意味体系というのを、まあ、それをシンボルと見るということがありますけれども、一方で、まあ、昨今のメルビリアンが割と気にしているこのモビディックの中のエーハブ船長の腹心の友であるフェダラーですね。フェダラー、まあ、これも詳しくは述べませんけれども、A の引用 B の引用を見ていただければ何人だかわからないです。フェダラーは中国人かもしれないしフィリピン人かもしれないし、それからゾロアスター系だとすれば、まあ、イラクとかイランとかそっちの方の人かもしれないし、それからインド系かもしれないですね。だから全然人種がわからない。で人種がわからないけれども、まあ、しかしこの、世界初のモビディックの映画化である、まあ、The Sea Beast の中ではなんと日本人の、神山総人が演じています。でこの人はエスニック系何でもござれの、まあ、そういう日本人俳優でした。だからここで重要なのは、シンボルでもなくアレゴリーでもなく今大事なのはそのシニフィアンの力ですね。まあシニフィアン一つの記号の中でさまざまな意味が絶えずこう ずれ続けていく。これはまあ、ジョン・ブライアントというメルビル学者であればフルイドテクスト、まあ、流動的なテクストと言ってるものですけど、そういう一つの記号の内部でそれまでの非常にキリスト教的な超越論的な意味合いだけではなくてさまざまな
エスニシティをめぐる意味作用も極めて流動的に、ずれていく。でそういうものをそういう運動体としてのシニフィアンということを考えた場合に、このフェダラというのはモビディックの中で、まあ、シンボルでもアレゴリーでもない一つの新しい、まあ、修辞学的機能を持つ人物として、モビーディック の, 再読を促している、まあ、だから今いろんな形で再評価され、夢枕漠さんもこの白芸モビーディックという小説の中でフェダラーを生き生きと、まあ、描き直しているということですね。だからこういう形でアメリカのルネッサンスをめぐるその理論的な展開というのは、この象徴主義文学史から の,、まあ、逸脱という形で、しかもその、一つの黒人文学理論みたいなものがきっかけになって行われるようになったのではないかということを、提起して本日のお話を終えたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。これよりまた皆様方からのご質問をお受けいたしますけれども、この質問につきましては、本来の司会であります、東京学芸大学の佐伯先生にお願いしたいと思います。佐伯先生、よろしくお願いいたします。